ドラゴンクエスト3で縛りプレイをしましたが、今度はドラゴンクエスト5でプレイします。5の方は普通にプレイしたことしかないので、どうなるのか全く読めませんが、ルールはあまり変えず、武器防具の買い物禁止、主人公と子供勇者の伝説武器防具禁止、小さなメダルでもらえる武器防具の装備禁止、このくらい禁止にします。しかし一発逆転のものも残したいと思っており、カジノ OK、 しかし全体的にリセットしない方針なので、負けたら泣いて帰る方針です。カジノに使えるお金はかなり多いでしょうから、頑張って稼いでギャンブルに手を染めます。ストーリーはあまりじっくり、おったりしないところも出てくると思いますが、ご了承くださいませ。今回はアルカパから帰ってきた翌日から再開、一気に子供編を終わらせたいと思っております。まずは妖精の村に起こる事件を解決にしに行くところからになります。フルートを奪われたので、それを取り返しに行くというお話。それよりもヒノキの棒が辛い、こちらとしてはそれどころではありません。まずは洞窟へ。ここで特殊な扉を開ける技を覚えに行きます。ボスはいません。めんどくさいエンカウントがこんな感じでちょこちょこあり、呪文使いまくっていこうかなと思うくらいのモンスターがちらほら出てきます。ボスがいるダンジョンは一度宿屋に泊まって回復する予定なので、呪文は使っていきました。その方が早く終わりそうです。ただ我慢しながら進むだけ。奥深くに行き、鍵の秘宝を見つけます。他の宝箱も武器が置いてあるわけではなく、種はありがたいですが、そのくらいです。経験値はしっかりもらえるので良いレベル上げにはなりました。この戦いで主人公はレベル9になります。そして一度村に戻り回復、あまり苦労せずにボスがいるところに行きます。特にエンカウントすることもなく、ボスがいるところへ。中ボス、大ボスの2連続の戦いが始まります。マホトラで MP を吸い取られるのはちょっとやばい。ボスのために取っておいてたのにやられました。
ここも問題なく倒しました。ここで苦戦するわけにはいかないですね。呪文が全部効くボスにやられるわけにはいきません。ボス撃破後、後ろの宝箱からフルートと、そしてここでようやくヒノキの棒から卒業の武器がもらえます。ヒノキの棒からブーメランになり、攻撃力が13上がり、全体攻撃に。その後、妖精の村から帰ってきた直後、バタバタしているパパスたち、いよいよ子供編の最後、ラインハットに移動します。大事件が起こる場所ラインハット、それよりももう少しで大人になれる楽しみでいっぱいです。あちこち見回っているうちに、パパスがヘンリーのお守りを頼まれていました。さあ、事件を起こしましょう。ということで、無事にさらわれました。あとは進みたいのですが、この辺りから縛りがきつくなると思われます。ここには良い防具屋さんがあるので、普通ならすごく守備力が上がるんですが、それができないんですよね。普通にプレイしていれば2倍から3倍近く変わってくるのですが、それが厳しい。ちょっとレベル上げしときましょうか。しかし、通常のエンカウントがなかなかきつめ、倒せるので良いんですが、敵も強いです。それでも地道にレベルを上げ、主人公は10に、ゲレゲレは10になりました。これならなんとかいけるでしょう。そしてパパスを追いかけつつ、ヘンリー王子がいるところへ。ここで倒すボスはいないので、パパスと合流するまでが気を配る戦いです。通常のエンカウントが対処できれば、縛りプレイ的に特に問題はない場所です。そしてパパスとさらっと合流し、ヘンリー王子を引き連れて外に向かい、ちょっとアボが長いゲマにやられ、なんやかんやってのぬわ。これで子供編は終わり。
待ちに待った大人編へと行くのでした。今回はここで終了します。ご視聴ありがとうございました。